ちょっと盗撮になっちゃうんで。ちなみになんか撮影か、なんかされたんですか。いや今撮影してます、ね、今撮影してるんですか。じゃあ一応消していただきたいってことなんですよ、うん、あと撮影するのを私たちは別に許可してませんからね、うん、いやだから後でどうこう言われるとあれなんで、証拠で撮影してるんですよ、いや後で言った言ってないの話になると困るんで、こっちも、うん、で撮影してるんです。もういいでしょ。っていうかまあでおたくらも言ってないのに後で言ってないことを言われたとか言われたら困るでしょ。ちなみにじゃあ動画見てもいいですか、映ってるかどうか。いやだ、俺これを撮ってたの、このさ作業なんでかって俺これを契約してるから、はい、ああそうなんですか。でかどういう感じでやってんのかなと思って、はい、でもこっちの兄さんはそう撮られなかったっていう話ですよね。 そもそも僕ずっと撮影されてたんで嫌だったんで、うん、そしたらじゃあ一回消してもう一回撮ればいい、ね、人を撮影してるんじゃなくて、まあ、この様子撮ってた。お兄さんの言うことは分かりました。じゃあねでも分かったんですよ、分かったんですけど、でも撮られて嫌な気持ちをしてる方がいるわけ。じゃあね法律の話しますか。法律論争はあなたとする気はないですけど、嫌だって言ってる以上消した方がいいんじゃないですか。嫌だってじゃなくて、うん、俺はこれを撮すの風景を、まあ、それは分かります。はい、それでその映り込みで多少その人が映ってようが、それは法律で認められてるから消す必要はないですよって話で、うん、で風景撮ってましたって言えばいいっていう意見ですよね。そうだ、そういうことですよね。だからそれは風景撮ってて、それで、うん、多少 その、まあ、従業員がそれはまあ映ることもあると思うけど、それは法律で認められてるから、でそれに対して俺は消す必要はないよって言ってんの。それでもあのグズグズ言うんだったら、じゃあ警察呼んでくれっつって、うん、今警察呼んでると。でおっしゃることは分かりました、うん、風景を撮ってたっていうご意見も分かりました、はいはい、分かったんですけど、うん、映ってて嫌だって嫌な気持ちをされてる方がいるので、はいはいはい、その気持ちを汲んであげてくださいっていう話です。悪気がないの分かってるんですよ、撮ったことに対して。そういやあのさ、観光地とか行ったらさ、ビデオ撮るじゃないですか携帯で、まあ、で人映りますよね。それ言います、まあ、でもさっき中には嫌な気持ちをされる方もいるわけなんです。でだからそれは法律で認められてるんですよ。なんでかって教えようか。それをいちいちあの消してくれっつってやってたら、もう観光地とか行ってビデオなんか撮れないんですよ。だからよく見てくださいとお願いをしてるんです私は。だからそれは嫌ですって、必要ないからしたくありませんって話ですね。そうしません。もう一回撮り直し、そうそう、取り直してもらうことはできないですか。これだけ撮ってもらえば、僕を写しても写されてくれないですよ。いやだからもう顔写ってないからもう暗いし、いや仮に写ってたとしても見えないから顔。見せてください。見せてください。いやいいじゃん別に写っても。何が嫌なの逆に。いや せめて警察官に。いや俺がさ警察官に見せてください。じゃあ聞いて。見せないんだよ。俺がさ飯屋行って、はいはい、その飯屋のさちょっとね、ちょ聞いて。私聞きます。飯屋行ってさ、その女の店員がさ、まあ、可愛かったとするじゃん、はい、でそれこう携帯で撮ったら、はい、それはダメなんですよ、まあ、そうですね。でも、はい、俺